はい。じゃあ、そしたらですね、まあ、補修ということで、えっ、ー、と、この変異と道のりっていうことについてちょっと説明しておきたいと思うんですけども、あのー、動画の本編の中でですね、変異って話があったと思います。で、えっ、ー、と、変異っていうのは、まあ、まんまなんですけど、これは位置の変化なんですね。 で、何度か動画の中でもちょっと言ってたんですけども、まあ24時間で走って、走ってるあの最中にも何度か言ってたんですけど、物理で、まあ変化って言った時って、これは、後から前を引くと。えっと、後から前っていうのは、まあある状態でものが、まあ例えば動き始めて、で、それを死状態、最初の状態、初めの状態で死状態って言ったんですけど、死状態で、まああると、ポンと例えば飛び上がって、 で、最終的にここまで来る。最終的な状態は終状態。終わりの状態、終状態って言いました。で、だから後から前を引くっていうのは、つまり、終状態ですね。最終的な終状態から、終状態から、死状態。初めの状態を引くっていうことなんですけど、死、死体になっちゃった。死状態を引くですね。死状態を引く。 いやあの黒板に買収した時に比べたらもう非常に軽やかにペンはね、まあ、楽に動きますねやっぱり黒板もいやもうあの最後の24時間ぐらいの頃はもう本当に肩が重かったですけどもねで、まあ、そのまあそれで死状態から終状態を引くっていうことなんですけども例えば物体が、まあえー、あるところでひゅにゃ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 と例えば飛んでいてで、えー、時刻 t=0 イコールゼロ ま、ストップ落ちてでこう物体が飛んでる様子を見てて、にゅーってカチッてここにいた時に例えばストップパッとこうしたと。ただらま、物体がこんな風にこう飛んでいて、ふにゃ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 、いろんなところ力を受けながらふにゃふにゃと飛んで、最終的にま、ここまで来ました。なんていう時に、僕らは物体の位置をよく1ベクトルってやつで表すんですけども、物体が最初、ここにいまして、これが1ベクトルってやつです。ここにいまして、で、最終的にここまで来ました。という時に、え、ベクトルで言うと、 これが最初のベクトルですね。最初の一ベクトル。四状態の一ベクトルです。で、まあこれ例えばじゃあ R ベクトルをこう書いといたとして。で、最終的に物体がここまで来たら、物体の位置を表しているベクトルはこれですから。これが最終状態。終ベクトル。 これがまあ赤状態を表すベクトルで、こっちが最終状態を表す1ベクトルなので、ベクトルで言うと、まあちょっとめんどくさかったわけですけども、ちょっと難しかったわけですが、変異ベクトルというのは、このベクトルからこのベクトルを引き算するので、まあこういうベクトルが、これが変異ベクトルですよ、なんて話をしました。で、ちょっと話が2次元になると、とか3次元とかになるとややこしいので、簡単で1次元の話でちょっとしましょう。 例えば一次元の問題でね、えっと、遠直投げ上げってやつがあるんですけど、こう地面から物体をある速度でポーンと打ち出すと。上にバンとこう投げ上げる。まあ時速例えば、えっと、およそ30メートル毎秒とかでバンと機械で、まあ手でちょっと30メートルは大変ですけども、えっと、例えばえ機械かなんかを利用して、例えば30メートル毎秒とかでこうポンと真上にバンと投げ上げたとしましょう。 そしたら、えっと、ヒューともちろんこいつは飛んでいくわけですけども、だん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 もちろんスローダウンしますよね。スローダウンしてヒューンってなって、どこかを頂点にしてまたヒューンとこう落ちてくるはずですね。だから、えっと、次の時刻、えっと、例えば1秒後にはまあなんかこの辺に来ていて、で、2秒後にはこの辺に来ていて、で、3秒後に、例えばパッと空中でこう大体静止かなんかして、まあどこかで一瞬、一瞬ですね、ほんの一瞬ピタッと止まって、ヒューッとこう落ちてくると。 なので、まあもちろん本当はこう奇跡はこうね、塗りつぶせちゃうというか、一次元のこの軸の上をこう動くわけですけれども、そうするとちょっと重なっちゃって分かりにくいので、まあ普通僕らは奇跡をまあ、こんなような感じで、こんなような感じでこう表しますね。で、その時の、えっと、例えば、えっと、この、えっと、最初の状態からこう測ってて、例えばここまで来ましたと。ね、まだ落ちてる途中、落ちてる途中、ここまで来た時の、じゃあ物体の、 え、この最初から、最初と最後のこの変異を求めてくださいと言われたとしたら、変異ってどこなんですかって言ったらですね、まず座標軸をちゃんと貼らないと数値を決めることができないので、まあ座標軸をこう貼ります。座標軸別に上向きに取ってもいい下向きに取ってもいいんですが、まあ上向きに、じゃあ今回上向きに取りましょうか。で、最初例えば、えっと物体がいたここ、まあ本当はね、ここ、えっと地面はなんだろうな。 本当は地面はここと接触しているので、本当はここを原点にする。えー、まあ、ここがまあ、こう原点なんですけども、そうするとなんかちょっと物体の重心はね、ちょっと上のところにあるので、あの、原点にないような気がしますけれども、まあ今、弾は、えっと、簡単のために非常にまあ小さいと思ってください。この幅はほとんど無視できるぐらいだと思ってください。なので最初は物体が原点にいたとしまして、で、ヒューッとこう飛んできて、時刻 t 秒の時にここにいたとしましょう。時刻 t 秒の時にここにいたとしましょう。で、その時の物体の位置はここです。ここ。ここですね。 で、まあ、この座標が、じゃあ、例えば、時刻 t の時の x なので、こう。ってなったら、えっと、物体の変異はいくつですかって言われたら、変異っていうのは、最初の状態。まあ、つまり最初は、えっと、時刻 t イコール0では、x イコール0ロというところにいるので、いや、いたので、これが始状態の位置です。で、これが終状態の位置ですね。これが終状態の位置最終状態の位置あれ。 最終状態の位置なので、後から前を引くって言われてるから、だから変異は、もし変異を求めてくださいって言われたら変異は最終的な状態から、えー、最初の状態、ちなみに最初の状態は t イコール0なので、まあちょっと同じような感じで書けばこうなりますけども、今結局最初は原点にいたってことなので、まあ変異はこうだということになります。で、これに対して、道のりって何だと もう一つすごく似たような概念で、道のりってのがあるんですけど、道のりは何かっていうと、道のりはですね、ここです。文字通り、この人が、まあ、歩んできた道のりなんですね。これはまさに、道のりってこういうことですね。この人が歩んできたすべての足跡。それが道のりです。なので、道のりは、こっからここまで行って、ここまでの、これ全部足さなきゃいけないんです。なので、例えばじゃあ、まあ、ここの値、ここの値かなんかを、こう、例えば H かなんかとしておいたとしたら、まずこの人は、一番上まで、 h だけ、ブワーンと上がって。で、それから、ここまで下がってきてますけど、まあ、この幅は、えー、上が h で、この辺りが xt ですから、え、えっ、ー、と、h 引く x かっこ t ってことになるでしょうね。なので、道のりは x ですかって言われたら、まず、えっ、ー、と、往路、1、まあ、道ですね、往路。1行くときに h だけ進んで、で、袋、えー、帰ってくるときに x 引く、あ、ごめんなさい、h 引く x of t なので、2h 引く xt っこれが道のりっていうことになります。 ということで、えーと、変異と道のりっていうのはちょっと似てる話で、どちらも距離に関係してる言葉なんですけど、変異っていうのは単純に最終的な位置から最初の位置を引いたものなんです。まあ、だからこれの方が単純です、えー、楽です。それに対して、道のりというのは、その間、実はいろいろぐっちゃぐっちゃいってる可能性があって、その間の中身も全部足し上げたものが、道のりになります。でですね、今の話をちょっと今度は、えー、とグラフで書いてみると、どんなことが言えるかっていうと、えっ、ー、と、 この運動はですね、こう横軸 t にとって縦軸を v にとって書くと、えっ、ー、と、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、これが、こうなんかこう v にとって書くと、えっ、ー、と、こんな感じのグラフになるんですね。これだから何かっていうと、v が一定のペースで下がってきてるようなグラフになるんですけど、これなんでかっていうと、これ、えっ、ー、と、まあ、投げ上げた後、結局地球の重力でもってまあ運動してるだけの物体ですけれども、えっ、ー、と、まあ、地球でも、まあ、月でも何でもそうですけれども、まあ、なんか天体の上で、 ま、その天体の地面の十分近くでですね、運動する分には、どんな物体も一定の重力加速度でもってまあ落ちていく。で、地球上だったら、えっと、9.8メートル、毎秒毎秒という、一定の重力加速度でもって運動してるんですね。だから、まあ、ある初速度でボーンと打ち上がったとしても、一定のペースで、ま、だん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 減速していって、マイナスの加速度で減速していって、最終的には、え速度がだん,だんだんだん小さくなってゼロになり、で、さらに今度はマイナスの速度を持つようになる。マイナスになってるのは、今僕は上向きに、 えっと、座標軸取ってますから、速度がそれと逆向きってことは、これはマイナスの速度だとカウントできるわけです。最初は、えっと、座標軸の向きと打ち上げてる向き一緒ですからね。最初は速度正です。速度は正なんですけど、だん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 小さくなってゼロになっていくっていうのが、最初は速度正なんだけど、だん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 小さくなってゼロになっていくっていうのはこの絵面で。で、そっから先、今度は、えっと、この頂点を過ぎると、もはや今度は速度負になって、マイナスの速度になっていく。で、ちなみにですね、 この部分の面積が、実はこの v,、えー、と v と T を書いているグラフ、これ VT グラフってそのまんまですけどもっていうんですけど、その VT グラフの面積がそれぞれ変異と道のりの、ここの最終的な値に関係していて、ここは、この部分の面積が、実はこの H という、この行ってる行き、行き道ですねの往路、往路の時の進んだ距離に対応しています。これ結局のところはなんでかっていうと、え、っと 速さかける時間は進んだ距離ですよね。で、それは、えっ、ー、と、等速直線運動で僕らが知ってるやつです。一定のペースで物が進んだ時に、えっ、ー、と、速さに時間を掛け算してあげれば、それが進んだ距離になると。そうすると、VT グラフってのがもしあったならば、横軸が T で縦軸が速度で、で、速度が一定だったら当然ずっと変わんないってこういうグラフになるわけですよね。で、例えばそれでもって時刻 T まで進んだならば、この値が V だとして、V かける T って言ったら VT ですけど、VT って、 この図の中の VT ってどこ,どこですかって言ったら、このグラフの面積ってちょうど縦幅 V で横幅 T なので VT になるじゃないですか。まあ、確かに面積なんだけれども、これも本編で言いましたけど、えっ、ー、と、面積なんだけれども、えっ、ー、と、面積って言ってもこれ、速さ、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、速さ×時間の次元持ってますので、えっ、ー、と、長さの次元を持ってるわけで、単位はこれメートルなんですね。で、メートルってことは平方メートルじゃないから面積じゃないじゃないかっていう気がちょっと気持ち悪く感じると思うんですけども、あくまで面積って言ってるのは、 このグラフの中であ、このグラフの中に表されている面積の数値が、この実際に物体が進んだ距離の数値と一致してるって言っただけで、別に単位まで一致してるとは言ってないです。 なので、まあ、値だけ知りたければ、VT グラフ使うの便利だよってことを言ってるだけなんですけど、で、こういうふうに、まあ、本編でも説明しましたけども、一定のペースで進まな、まあ、これ進んでるとき簡単ですけど、進まなかったとしても、結局は面積、VT グラフの面積を計算してあげれば、進んだ距離出てきますよって話だったと思うんですけども、えっと、今の場合も、えっと、1日の間はね、これプラスのところなので、まさにこの部分ですね、この VT グラフのここの部分の面積を計算してあげれば、 この行ってる途中、この止まるところまでに進んだ距離である H が出てくるんですね。で、その後、こう、あの、バックしてとか落ちてくる時のこの距離、この距離もここから出てきます。ここの面積。ここの面積を計算すると、面積はこの、この長さが出てきます。この進んだ距離で出てくるので、この長さ。つまり H-X かっこ T ってこれが出てきます。 で、っていうふうに、この、このグラフの面積を考えて、この三角形の面積と三角形の面積を二つに素直に足してあげれば、進んだ道のりが出る。じゃあ、変異は出せるのかっていうと、変異もちゃんとこのグラフの中に実は隠れてるんですね。それはどうやったら出せるかっていうと、この値が H で、この値が H-XT であるってことをちょっとよく見てほしいんですけれども、もし、こういう量を計算したらどうでしょう。この H から、この値を引いてしまう。 そうすると、h と h は消えますよね。で、マイナスとマイナスが掛け算されてプラスになって、x of t という、x カッコ t というのが出てくるので、つまり何が言いたいかというと、面積、なわに面積じゃなくて、このプラス側にあるものはプラスだとカウントし、負の側にあるものはマイナスをつけた量だと思ってカウントして、素直に足し算すれば変異が出てくると。で、この計算を一発でやってくれる方法があって、それが積分ってやつなんですね。 これ VT グラフというやつを、もし V を時間で積分するとですね、これをまあじゃあ0からここ T とすると、0から T まで積分すると、積分というの,の中には自動的に負の側の方はマイナスの値を出してくるという計算が含まれているので、積分すれば自動的にこの値が出てきます。 えっと、じゃあ、じゃあ、積分だったら、じゃあ、今度は逆に道のり出せないのって言うと、そんなことはなくて、道のりを出したかったら、道のり出したかったら、今度は、ここのところを、絶対値 V っていうふうに。つまり、えー、速度ではなく、その大きさである速さっていうのを使って考えると、速さはですね、もしこれ VT グラフに対して考えると、V が常に正になるので、今度はこれが、グラフがひっくり返って今度こんな、こんな感じなんですけど、こっち側。 そうすると確かにこの面積とこの面積を足し算したらプラスの値になって道のりが出るってのは分かりますよね。っていうふうに VT グラフなんかを利用して計算することもできますし、積分のことを知ってる人なんかはえまあ積分で一発で変異ぐらい出せるよなんていうふうにまあ言えるかもしれません。ということで、道のりと変異というですね、小学校までではこれ,これしかやらないですね、基本的にね。 で、えっ、ー、と、まあ、中学とか入ってくるともうちょっとバックするとかややこしい話もあるんですけれども、それは高校でも存在していて、まあ、行って帰ってくるなんてことはいくらでもあります。まあ、ちょっとどちらも距離に関係している言葉なので、とても似ている用語なんですけれども、定義が違ってますので、これはまず最初に定義をちゃんと確認してですね、誤解しないようにしてください。で、まあ、この辺の計算なんかも、まあ、定義をちゃんと分かっていればできるかと思いますので、グラフを使ったりとか、まあ、その他いろいろな計算方法ありますので、いろいろと演習してみるといいんじゃないでしょうか。